シチズンの手巻き時計、シチズンクロノメーター REFCR1507,081 です。1962年に登場したオールドシチズンの最高峰コレクション。シチズンの技術を世界に誇示することを目的に開発され、採算度外視して製造されました。当時のブランドセイコーよりも高額設定を誇った国産一の高級シリーズです。本品は63年製の金針モデル。使用感はなく、中古マーケットでもなかなか見られないほど、状態のいいコレクターズアイテムです。精度向上のために大型ムーブメントを搭載し、当時では珍しい 37mm 系のビッグケースを採用しています。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。幅広で凹凸のある、バーインデックスとエッジの際立つドルフィンハンドの組み合わせ。12時位置にイーグルマークと筆記体のシチズンクロノメーターがライティングされた格調高い洗練された風貌デザインです。GF ケースはシーリューズの大ぶりなラウンドフォルム。裏蓋は大足メダリオンがはめ込まれたスナップバックです。バンドは社外製のレザーストラップを装着しています。国産アンティークの魅力が詰まった一品です。コンディション、文字盤、ダイヤル。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスに錆など出ていません。ケース、裏蓋。シレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。メダリオンも綺麗に残っています。へこみなどもありません。風貌、軽いスレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感がありますが、すぐに装着可能です。操作方法。リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。付属品。交換用パーツ C マークリューズヘッドです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 18mm です。ケース径は約 37mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 45mm、厚さ、風貌を含む約 10mm です。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは、商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。